はい皆様様今日もお疲れ様ですこの動画ではソムリエワインエキスパート試験対策最強のウェブ問題集「ビノレットこちらの重要問題をピックアップして解説してまいります今回はテキストボリューム1の33ページから52ページワイン概論の最終回になります醸造についての問題を一緒に見ていきましょう皆さんの正解率が低かった問題や間違いやすいポイントを解説してまいります 質問は最後にまとめてお答えしますので、ぜひ Q&A のところに書き込んでください。それでは早速一緒にヴィノレットの画面を見ていきましょう。はいえー、あ皆さんの4月6日のですね佐々木先生の本講座の後に第1回クラス会ということで、えー、私も参加させていただきます。皆さんとお話しできるのを楽しみにしております。はい、えー、では早速でていきます。えー、今回 こちらですねワインの醸造というところで、えー、皆さんの,あの間違いが多かったこのワイン醸造の基礎、発酵、貯蔵容器、クロージャーというところを、えー、とまず見ていきたいと思います。はいえー、今回もですねこのお気に入りというところにあの入れておきましたので見ていきます。はい、では早速始めていきます。はい、まずこちら、正解率が39%の、えー、こちらの問題でした。 取材法による果実種のカテゴリーで、オークチップの付け込みが認められるようになったのは何年か、次の中から選んでください。2018年、2013年、2015年、2017年ということで、こちらの答えは2018年でした。はい、こちらですね、あのテキスト、該当ページ37ページというふうになっているんですけれども、 まあこのオークチップに関することは載ってるんですが、あの日本の縮税法に関することは、あのソムリエの教本の23ページにあの一応載ってましたので、あの気になる方はえ確認してみてください,、はい。どんどんいきたいと思います。はい、続きまして、正解率38%のこちらの問題、はい。1991年にマディランの作り手、パトリック・デュクルノーが開発した ミクロオキシジェナシオンについて間違っているものを1つ選んでください。はい、A、色素の安定化。B、カモロミ、またはワインが還元的になるのを防ぐ。C、発酵遅延を防ぐ。D、香りにフレッシュ感を持たせる。はい A、ミクロオキシジェナシオンという醸造テクニックの効果ですね。はい、間違っているもの。ということで、正確こちらになりますね。香りに 感を持たたせるるるでではなくて、えっと、熟成感を与えることとががあるよというのが正解でした、はいえー、ミクロオキシジナシオン、えー、またミクロビュラージュというのもありまして、こちらがあの同じ意味、また同じ作業を指す言葉です、えっと。このミクロオキシジナシオンについての問題が、ですねすごく正答率が低い問題が多くて、えっと、皆さんちょっと理解しづらい部分かなと思いますので、 テキスト47ページにです、ね、あの効果が書いてあるので、そちらを読み返して、えー、復習をぜひしていただければと思います。まあ、ミクロっていうのが小さいということで、まあ、オキシジナシオでオキシとかってあの酸素っていう意味かと思うんですけども、まああの、酸素を吹き込んで酸化を促してあげるっていうイメージをすると、まあ、あの少しは分かりやすいかなと思います。はい、次です。 えー、正解率50%の問題、えー。次の中から徐行に当てはまる言葉を一つ選んでください,、はい。リーズ・ステアリング、デ、え、ィー、D、ステム、セットリング・クラッシュということで、えー、こちらですね、ディーステムですね、はい。これ意外と、あのあれですね、あの回答がばらけていたかなと思うんですけれども、あのステムがあのこう、 あのブドウの実がついているこの棒みたいなところのことをステムっていうのは前回の,あの範囲でやったと思うんですけどそれを取り除くということでディステムということですね。でディっていうのがつく言葉は先週の栽培のところでもあのヒリングとデデヒーリングとかですねあの出てきたと思うんですけどまあデというのでですね一応辞書で引いてみると分離とかあの反対とかそういう意味があるんであの参考までに申し上げておきます。はい 理解の助けけにしていいただければと思いますでフランス語ではデステムはエグラパージですね、はい。この英語とフランス語とセットで加えていきましょう。はい。こちらの世界で24%のこちらの問題が、はいえー、貯蔵容器を作る樽、はい、ケルカス・ロブールを1つ選んでください。ケ、はい、ルカス・ロブールが、えー、何多くだっていうのを答えさせる問題ですね。あの はい、出ましたという感じなんですけども、はい、セシルオーク、フレンチオーク、ペドン・キュラータオーク、アメリカン・ホワイトオーク、はい、もうこれは考えても仕方ないので、覚えるしかないというところですねあの。佐々木先生もおっしゃってた通り、今回の小テストで解ければ、あとは試験まで忘れていただいて OK ということで、はい、それよりもです、ね、タル材の特徴とかの方が大事なので、そっちはしっかり覚えていただければと思います。はい、これはもう覚えるしかないと 続きも成果率25%の問題です、はい、マロラクティック発酵に関する記述で正しいものを1つ選んでください。す、え、べ、ー、てのワインで必ず行われる炭酸ガスが発生する、オリからアミノ酸などのうまみ成分が抽出されるりんご酸を乳酸菌にする。 はいということで、これが正解は炭酸ガスが発生するなんですけれども、はい皆さんですね、このリンゴ酸を乳酸菌にするっていうのを正しいとして選んでいる方が非常に多くて、え、なんで、何が違うのって思われるかもしれないですけども、リンゴ酸を乳酸菌ではなく乳酸にするだったら正解なんですけれども、っていうすごく細かい引っ掛け問題なんですけれども。 はい、なんで、問題文も選択肢も本当に細かく読んでいかなきゃいけないんだなというのの,、はい、あのお手本みたいな問題だと思うんですけど、はいそうですね、マロラクティック発酵はあのまあ復習ですけども、あのリンゴ酸、マリックアシットというリンゴ酸が乳酸、ラクティックアシットに代わる発酵、ファーメンテーションということで、マリック、ラクティック、ファーメンテーション、柱文字を取って、 MLF と言われたり表記されたりもするモララクティック発酵という発酵ですね。これ発酵なんで当然炭酸ガスが CO2 が出ます。というので正解が炭酸ガスが発生するということになりますね。はい、これは引っかかる問題じゃないかなと思います。はい、続きまして、世界率が39%の問題です。天然のコルクを打ち抜いた後の残りの部分のコルクを 細かい粒子状にしてコルクの形に固めたものの英語の名前を一つ選んでください。ナチュラルコルク、アグロメレイテッドコルク、シンセティックコルク、コルクドということで、こちらの答えはアグロメレイテッドコルク。はい、ちょっと馴染みのない単語になりますけれども、アグロメレイテッドっていうのが、あの塊になるとか、集まったとかいうふうな意味。 になります、はい、でコ,ルクコルクってそのコルク菓子っていう木の皮をこう剥いでそこから作るんですけども、まあ、当然あのコルクの形に抜くんでその余りが出ちゃうんですけど、まあ、その余りの部分を細かく砕いて再度こう固めたものっていうのがアグロメレーテッドコルクというふうになります。はい、皆さんですねこのアグロメレーテッドコルクかシンセティックコルクがどっちがその合成コルクか圧着コルクを指すものかっていうのが ちょっと分かりづらかったっていう感じだと思うんですけれども、はいえー、とシンセティックっていうのはあのよくキーボードがシンセサイザーとか言ったりすると思うんですけど楽器でですねあれもシンセサイザーもあの音を合成された音ですねこの生の音ではなくて合成された音楽っていう風にイメージするとあの同じ合成なんで合成コルクシンセティックコルク合成コルクだなっていう風うに、まあ、シンセサイザーと同じだなって覚えれば なんとなく思い出しやすいかなと思います。はい、はいえー、続きまして、正解率45%の問題、えー。卵の白身、ゼラチン、レントナイトなどを用いる醸造工程を英語で1つ選んでください、えー。シーズニング、フィルトレーション、ラッキング、ファイニング。はい、ということで、えー、こちらの答えはファイニングですね。 はい、こちらが、そうですね、あのまあ、フィルトレーションとかラッキングとか、似たようなです、ね、ちょっとこう液体をきれいにしていく工程のことなので、ちょっとこんがらがある場所、まあ、ところなのかなと思うんですけども、はいえー、ラッキングが折り引きで、えー、ファイニングがさらに透明度を上げるための成長という作業になります。この時に、えー、卵の白身とかゼラチン、ベントナイトっていうのを、えー、使っていくんですけど、まあ いいろいろ組み合わせて使うこととともありますすいうここでのラッキングとかファイニングとかに関する問題というのも他にもいろいろあって結構皆様あの引っかかるところが多かったと思うんですけれども、はい、他にはです、ね、白ワインで使うその成長剤というのは何でしょうというような問題が出て卵白を正解に選ぶと間違いというのが 皆さんあったかと思うんですけどま、えっとね、卵の白身っていうのはあの赤ワインにあの成長するときに使われるものでしてで白ワインではあんまり使われないということなんですけどなんであの卵白はだめなのかっていうふうに疑問を持たれるかと思うんですけどあの卵白のタンパク質っていうのはあの赤ワインに含まれているタンニンとすごく結びつきやすいものだそうです。ですので赤ワインに使われるっていうふうに。 なりますはい、であのまあ有名な話というかあの余ったラランパコをいっぱい使って余った黄身をそのカヌレというボルドーの,あの郷土料理あの名物のお菓子にあのしますよっていうお話は佐々木先生の講座であったかと思いますはいでその織り引きと成長ってスーティラージュとコラージュってフランス語でもフランス語で言いますけれども、まあ、どっちがどっちかっていうのはちょっと分かりあの こんがらがっちゃうことが多いので、まあ、しっかり覚えましょう。まあ、これは、そうですね、皆さん一度、こう、表とか自分で書いてみたり、まあ、どっか壁に貼るなりしてですね、こう、覚えていくのがいいんじゃないかなと思うんですけれども、はい。えー、では続きまして、はい、えー、こちらは世界33%の問題ですね。エルバージュアントノーの効果として適当なものを選んでください。えー、風味の複雑化を抑える。 成長化の促進、酸素との接触を遮断する、カモロミ液への酸素の供給、はいえー、こちらはです、ね、成長化の促進が正解になります。エルバージュというのは、えー、貯蔵、熟成、育成のことで44ページにも載っております。でアン・トノというのが、まあ、トノーというのがタルなので、タルによる熟成、育成というふうに。 意味になります、はい、トノーは34ページに載ってますね、はいであ。ちなみにそのトノーと同じページにバリックとピエスっていう樽の,あの種類がイラストとかで載ってるんですけど、これも結構あの地味に引っかかりがちな問題だと思うんですけれども、まあ、テキストのイラストとか、あと教本の写真とかを見ていただくとですね、あのまあ、ちょっと太いっていうか、ちょっと太っちょな方がブルボーニュのピエスですねで。これあの ボトルの形、そのまあ、この次の週とかでフランスの勉強していくんですけど、あのボルドー型のボトルって結構スッ,スッとあのスリムなボトルで、あのブルゴーニュってこうちょっと撫で型のふっくらしたボトルになってるんですけども、それとちょっと共通するあの感じがあるので、それ覚えやすいかなと思います。で数字は225リッターか228リッターで、ちょっと太っちょな方がブルゴーニュのピエスというふうに覚えれば。 あの覚えやすいいかなと思います、はいでえっと、エルバージュ・アントノーの話なんですけれども、はいで、この答えが成長化の促進というふうになってまして、はいえー、これはですねあのテキストの35ページに、たる育成の主な効果として6点まとまっているので、そちらで復習していただければと思います。あの成長っていうことが出てくると、さっきのファイニングとかコラージュみたいな、そっちをちょっと思い浮かべちゃって。 それはたる育成じゃないんじゃないかなって思ってしまったのかなと思います。はい、であと、この D、間違いの,あの選択肢で多かったこの D には、カモロミ駅への酸素の供給って書いてありまして、カモロミっていう単語、えー、この間の先生の講座でも出てきたと思うんですけれども、はい、42ページのですね、佐々木図愛。 こちらを見ていただくと、えー、カモロミ復習できます。カモロミっていうのは、まあ、ワインになる前の液体のことですね。はい、でこのエルバージョアントーノっていうのは、出来上がったワインを樽に入れて熟成さ,熟成させることですので、まあ、この選択肢はありえないということが分かると思います。はい、世界率33%のこちらの問題です。果汁やカモロミを濃縮し、出来上がるワインに濃縮感を与える効果のない。 ワインの製造方法を1つ選んでください。はいえー、ミクロオキシジナシオン常温減圧法、セニエ逆浸透膜法ということで、えー、濃縮感を与える効果がない製造法ということで、こちら、ミクロオキシジナシオンとなります。はい、こちらですね、まあ、非常にあの皆さん苦戦されていたところなんですけれども、はい、これですね、正、え、解、っと、濃縮する効果のあるものっていうのが、 問われてたんですけれども、このミクロオキシテナシオンだけはあの酸化を促すあの醸造法でしたというのがあの問題の中身になってます。で、その酸化と濃縮っていうのが、まあ、ちょっと分かりづらかったかなと思います。で、まあ、濃縮するっていうのはあの要は水分が減ることで、お料理とかで煮物をどんどん煮詰めていくと、あのとろっとした濃い煮汁になっていくとかって、ああいう 水分を飛ばして、あれはあの成分がより濃縮していくということなんですけれども、はい、この中で濃縮するというのが、この常温減圧法、セニエ、逆浸透膜法というふうになるんですけれども、はいえー、常温減圧法というのは、気圧を下げると沸点が下がるので、常温でカモロミから水分が蒸発して水分がなくなる。でセニエというのは、カモロミの水分を途中で抜き取ることで水分を減らす。 逆浸透膜っていうのは、まあ、その水だけが通って、糖とか酸とかのより大きな分子を通さない特殊な膜を通すことによって水分がなくなるっていう。はい、で、ミクロオキシエナシオンはあの別に水分をなくすっていうのはどこにもなくて、あの空気あの酸素を吹き込むことによって酸化をさせるっていう。はい、酸化というのは酸化の力によって成分がこう変化していくっていうことなんで、えー、そういった理解をしていただければいいかなと思います。 はい、えー、こちら、えー、次が正解率33%の問題、えー、タル材製造について誤っているものを1つ選んでください。はい、森から切り出されたオーク材は水分やタンニン分が含まれている、はい。乾燥させることによりバニラ香やココナッツ香が増える。えー、屋内で人工的に散水させながら乾燥させる場合もある。 屋外で5、6年自然乾燥をさせる。はいえー、こちら、誤っているものですが、正解はこちらの屋外で5、6年自然乾燥させるでした、はいえーそうですね。乾燥させることでバニラ香やココナッツ香が増えるというのを選んだ方が多かったんですね。あのそうですね乾燥させておくとこんな、ね、あの香りが出てくるってそういう効果があるんですね。はい、でその、ま、樽を作った後にトトーストして まあ焦げ目をつけていくて作業の後にまにロースト香っていうのが出てきますよっていうことがあったんですけど、まあ、その時の香りと混ざらないようにしていただければいいかなと思います。はい、あとですね、屋内人工的に散水するというのであの乾燥させるのに散水するのと思われた方もいらっしゃるのかもしれないんですけども、はいでえー、とあこちらの乾燥人工的に乾燥させる場合は散水する場合があるっていうのは あの教本の本には載ってたんですけどで理由としてはあの、まあ、屋外に置いていく場合っていうのは雨とかも降って適度に湿り気がある中で完成ゆっくり乾燥していくんですけども、はい、人工的に乾燥させる場合は木材がこうそ,こうそってしまってたるにしづらくなってしまうのを防ぐためにあの多少人工的にこう湿り気を与えながらこうゆっくり乾かしていくっていうことがあるそうです。 はい、世界一49%の問題、ルモンタージュの効果として間違っているものはどれか、次の中から選んでください。可、え、否、ー、や種子からのタンニンの抽出を強める。糖分、酵母、温度の平均化。可否、種子からフェノール類、その他の成分の抽出。カモロミ液への酸素の供給。はいえー、こちらが、えー、答えが A の可否や種子からのタンニンの抽出を強める。 こちらになります、はいえー、と講義の中でもありましたあの、ルモンタージュとかピジャージュとか、あとバトナージュとか、ちょっと作業が似てるあの醸造法があって、まあ、それはちょっと混同しがちだよということだったんですけれどもあの、この問題はですね、あの一見、このタンニンの抽出を強めるというのも、あの成分の抽出を促進しているので、 あのまあ、ル・モンタージュの効果として合っているように思えるんですけども、はい、タンニンの抽出を強めるという言葉が、あが、マセラシオン・フィナル・アショーという、はい、あの最後にです、ね、あの熱をこうかけてあの、タンニン分を最後に、まあ、最後の悪あがきというふうに佐々木先生もです、ね、この間おっしゃってたと思うんですけど、それのことなんで、あのでル・モンタージュはタンニンを抽出強く抽出するということじゃなくて、 火や種からフェノール類やその他の成分を抽出するというのが正しいあの両法ですので、こちらが誤りというふうになっています。はい、世、え、界、ー、率53%の問題ですね。はいえー、アリウ酸の添加理由について間違っているものを1つ選んでください。はい、A、酸化酵素の活性化のため。はい、B、酸化を防ぐため。 C、正菌・殺菌作用があるため。D、再発酵の防止のため、はい。こちらが A の酸化酵素の活性化のためになります。酸化酵素って、まあ、酸,化か酸化をさせる酵素のことなんですけど、酸化酵素が活性化しちゃうと酸化どんどんしちゃいますよね。はい、でアリウ酸っていうのはあの酸化防止剤のためっていう理由があの大きいので、これは全然あの反対のことを言っているので、こちらが正解ですっていうふうになります。 あと生菌っていうのがあの、まあ、なかなか普段の生活だと聞かない言葉だと思うんですけどもあのな何かっていいますとそのワ,インのワインになる前の液体の中にすごくたくさんの、まあ、いろんな微生物ですねその自然に存在する微生物とか酵母とかあのそういうのがたくさんいますのでそういう全部があの活性化しちゃうと大変なんで、まあ、アルコール発酵を行う。 サッカーのミセスセレビシエというです、ね、あの最初のページの方に出てきましたけどもその酵母がちゃんと働いてくれるように他の公募や雑菌が活動しすぎないようにするということですねはいですね漫画でもやしもんっていう漫画があるんですけども私もずっと読んだことなくて最近読んでみたらすごく面白かったんですけど あのこれを読むと、この辺りの酵母とかのイメージがすごくできて、面白いなと思うので、はい、ちょっとおすすめです。はい、えっ、ー、と、っと27%の問題です。フランス有名オーク材産地として誤っているものを一つ選んでください。A、ブルゴーニュ、B、ラングドック、C、リムーザン、D、ボージュ、はいえー。こちらですね、ちょっとまだあの、まあ、やってない範というか。 えーまあ、テキスト記載なしというふうになってますが、えー、こちら、答えはラングドックとなります。はいこれですね、もう全然皆さんの答えが割れちゃって、わからないという感じになっているんですけれども、ソムリエ教法の,、ね本のえっと、23ページに、今日ですね、そのフランスの樽を作っている、樽材の産地の あの地図がありまして、それをちょっと見ていただけるとわかるんですけど、フランスのタル材産地は内陸の方に固まってるんだなというふうにそれを見るとわかります。で、えっと、それを踏まえて、フランスの範囲を勉強していくと、ラングドックって地中海に面した産地ですので、あなんかタル材って内陸だとかラングドックじゃないよなっていう感じで、これはあの勉強を進めていけばわかる問題だと思います。はい、世界率53%の問題です、ね。はい 黒ぶどうを破砕後のカモロミに熱を加えて70度前後にし、一定期間保持して、火からアントシアニン色素、タンニンを抽出して、圧搾後、果汁を常温まで下げてから発酵させる方法を次の中から選んでください。はい、A: クリオエキストラクション B: マセラシオンカルボニック C: マセラシオンプレフェルメンテルアショー。D: マセラシオンフィナルアショーはい、こちらの答えが C となります。はい。 そうですねで問題に読むと、まずこう熱を加えてってきてますので、あのあ熱を加えるやつあったなと思いまして、であのショーっていう言葉ですね、あのプレフェルメンテーラーショーとか、あのこのショーっていうのが熱いっていう意味になりますので、まあ、ショコラショーとかホットココアみたいなあの飲み物、冬にね、飲みますけども、ショーっていうのは熱いっていうフランス語の意味なので、あこのショーがついてるやつ2つだなっていうので、2つに絞れます。でえー、と問題文には えー、この後に発酵させるとありますし、あと、カモロミに熱を加えるというふうにありますので、えー、カモロミは発酵前、発酵中のワインに発酵中のワインになる前の液体のことを、えー、言うんでしたよね。ということで、賞、えー、がつく2つの選択肢のうち、えーと、プレフェルメンテーションとあります。えー、このマシラシオプレフェルメンテールあショーだなというふうになりますで。このプレっていうのって、なんかあのプレオープンとか。 あのお店が開店する前にちょっと、あのなんていうんですかね、こう試験的に開けるみたいな時に使うプレーオープンまあ何かの前にっていう意味がありますので、あのファーメンテーション、あの発酵の前にやるかもしで、熱、えっと、くしてやるよっていう、まあ、ちょっと言葉の意味をたど、えー、っていくとわかるかなと思います。はい、世、え、界、ー、率47%の問題です。えー はい、タル材からワインのへの、えー、タンニン抽出が最も多くなるトーストのレベルを選んでください。A、ライトトースト、B、ヘビートースト、C、メディアムトースト、D、メディアムプラストースト。はい、これはライトトーストとなります。はい、これですね、なんかこう、たくさんヘビーに焼くと、タンニンが強くなりそうみたいな風に思えるので、要注意でして。 ターニンはもともと菌に含まれている成分なので、まあ、焼かない方がよく残っているというふうに覚えていただけるといいと思います。はい。はい、こちらが世界一42%の問題です。1991年に、えー、ミクロビュラージュを開発した人を次の中から選んでください。はい、人名の問題ですね。A、フランシスコデ・アギーレ B. ルドルフ・シュタイナー C. シルベストレ・オチャガビア D. パトリック・デュクルノはい。ということで、これがパトリック・デュクルノなんですけどもはいと。これですね。えー、と一応、このパトリック・デュクルノってあのソムリエ教法の31ページに載ってましたね、まあ。結構マニアックな問題かなと思うんですけどもはい。そ、えー、ちらを、まあ、見ていただければと思います。あの でマジランの作り手なんですというふうに書いてありますね。このパトリック・ディクルノーさんというのがですね。でマジランというのはあのお、おいおいというか勉強していくんですけど、あのフランスにあるマジランという産地がありまして、そこでタナというあの黒ぶどうの品種を使った赤ワインが作られるんですが、まあ、タナというのはあのタンニンの語源になったと言われるぐらいあの渋みが強い赤ワインで有名なんですね。なのでここ渋みを和らげるためにうういう あのミクロビラージュとかミクロオクシジナションとかのそういう渋みを和らげる効果っていうのを開発したと言われています。はい、で一応、この他の人名が気になるって方もいらっしゃるかもしれないので、軽く説明するんですけど、えーっとですね、まずフランシスコ・でアギーレっていうのがチリで最初のブドウ畑の所有者ということで、あのチリの範囲の時にやります。はい、であとシルベストでお茶がびや・でオチャガビア。 こちらもですね、チリの関係の人なんですけど、あのまあ、フランスからチリに苗木をたくさん輸入してきた人です。はい。えー、で、まあ、テキストのボリューム2の本ですね、145ページがチリの範囲なんですけど、そこに書いてあります。で、この中でですね、1個だけあのルイフ、ルドルフ・シュタイナーさんっていうのは、ちょっと皆さん聞き覚えあるかなと思うんですけど、あの前回の栽培のときにあのまあ自然派のビオディナミというあの手法を提唱したドイツの人知学者。 こがュドルフ・シュタイナーさんというふうふになります、はい、これ人名はなんかあの出るのが決まっていると思うので、それだけまとめたノートとかを作ってもいいかもしれませんね、はいはい。続いてこの赤ワインと白ワインの醸造フロー、ロゼワインの醸造法、その他の醸造法というところです。はい、あと5問で終わりになります。はいえー、まずこちらが、成果率44%の問題です。 赤ワイン醸造では行わない工程を1つ選んでください。はい、A、セットリング。B マ、マセレーション。C、A、マロラクティック・ファーメンテーション。D、ラッキング。はい、ということで、赤ワインで行う白ワインに特有の醸造工程ということで、こちらのセットリングですね。はい ラッキング、折り引きと間違う方がいらっしゃったんですけども、折り引きっていうのはあの赤ワインでも白ワインでも折りっていうのが発生しますので、そちらを取り除く作業はあのどちらでも行われます、はいで。赤ワインと白ワインの醸造工程の違いっていうのがいくつかあったかと思うんですけども、はい、あのまずはあのテキストのですね40ページ、41ページ、見開きの,あの醸造フローの図をよく見て、あのまず覚えましょう、はいえーで。赤と白だと、あっさく あと発酵かもしというのが順番がこう逆になっているよというのがあの一番の特徴ですね。そして白ワインにしか登場しない醸造法というのがこちらのセトリング、デブルバージュと言われる手法でした。はい、であとは発酵温度の違いとかですね、こちらも出題されてましたね。赤ワインが30度程度で、白ワインがそれより低めの20度ですとか。はい、あとはそのちょっとさっき申し上げたあの成長には。 赤ワインでは卵白やベントナイトが使われて、白ワインではベントナイトが主に使用されますとかですね。はい、そういう赤ワインと白ワインの醸造の方法の違いみたいなのが出ますので、えー、復習していただければと思います。はい、白ワインの成果率35%の問題です。白ワインの樽育成中に樽の中で檻を攪拌する作業のフランス語と英語の 正しいものを1つ選んでください。A、バトナージュ、セトリング。B、ピジャージュ、ポンピングオーバー。C、バトナージュ、リーズステアリング。D、ピジャージュ、パンチングダウン。ということで、こちらが。はい。バトナージュ、リーズステアリングですね。はい。 えーまあ、バトナージュとピジャージュがよくこう引っ掛けて出ますよっていうあったと思うんですけども、まあ、さらにこう迷わせるですねこのフランス語と英語をこう組み合わせて聞いてくるというですねさらに迷わせる問題ですで。よくよく読まないとですね、はい、こちらの皆さんのようにですねあのあ白ワインといえば問題にねあのこの白ワインのたる育成中に檻りをかくするって言って言うんでバトナージュバトナージュと思って ピッてここの A の方にバトナージュって書いてあると思ってピッてやっちゃうと実はこの組み合わせの問題でしたっていうような構造なのかなと思っております。はい。英語は分かりやすいですね。全部。あの、ステアリーズ・ステアリングっていうと、リーがオリのことですね。まあ、シュール・リーとかっていうのが出てきたんですけど、リーをステアっていうのは、まあ、なんかあのカクテルとか作るときにこう、 ステアするってあの長いバースプーンというあの銀色のぐるぐるしたスプーンでこうくるくる混ぜるのステアって言うんですけど、はいまあ、同じ感じですよねこう長い棒でこう折りをステアしてあげる、はいまあ、おまさにです、ね、大きさは違いで同じようなことをやってるということですねはいはいで、えっと、こちらは正解率55%の問題一般的な赤ワインの醸造法として えー、正しい順に並んでいるものを1つ選んでください。はい。えっと、ちょっと全部読むと長くなってしまうので、えっと、1個だけ。A:、えー、プレッシュラージュ、エグラッパージュ、フェルメンテーション、マロラクティック、マセラシオンということで、この、えー、4つがですね、こう、順番入れ替わって、えー、問題になってるんですけども、えっ、ー、と、答えが、はい、こちらですね。はい。 えー、エグラパージュ、マセラシオンフシ、フレッシュラージュ、フェルマンタシオン、マロラクティックということで、まあ、エグラパージュというのは除光をですねあの、光を取る。で、マセラシオンはカモシ、フレッシュラージュというのは圧搾でフェルメンテ、フェルマンタシオン、マロラクティック、マロラクティック発酵と。はい。これ、そうですね、あの生物化率は高いんですけれども、あのこういう順番系の問題、すごくいっぱいあったと思うんですけど、 日本語だと正答率高めなんですけども、英語やフランス語だと正答率がぐっと下がってました。まあ、ですので、ね、両語の意味をちゃんと覚えてで、それの各国の言語もちゃんと覚えていれば、皆さんあの頭にちゃんと入っているということだと思うので、はい、この英語とフランス語、まあ、英語は、まあ、あの使えるというかあの、ちゃんとしゃべれる方もいらっしゃると思うんですけど、やっぱりフランス語となると、またそういうしゃべれる人口っていうのはぐっと減るかと思いますので。 はい、あの覚えるの大変だと思いますけれども、はい、ちゃんと整理して覚えていけたらいいかなと思います。はいえー、正解率55%の問題ロ、ロゼワインの醸造法のうち、えー、セニエについて説明した記述を選んでください、はいえー。黒ぶどうと白ぶどうを混ぜた状態で発酵させる方法、B、黒ぶどうの自重で流出した果汁を発酵させる方法。 C、黒ぶどうを圧縮してから果汁を発酵させる方法。D、黒ぶどうから作られたワインに白ぶどうから作られたワインを混ぜる方法。はい、でこちらが、セニエというのは B、黒ぶどうの自重で流れ出した果汁を発酵させる方法です。はい、えー、ロゼワインのですね、醸造方法が4つありまして、まさにこの今の選択肢にあった4つが、えー、その4つになりますので、その4つが何という方法なのかっていうのを整理してみましょう。 はい、でセニエというのがロゼワインの醸造法でもあり、あとは赤ワインの成分を濃縮させる醸造テクニックの一つでもありますね。はい、であの,他の問題でセニエは何,何ワインと何ワインに関係ありますかみたいな問題あったと思うんですけど、はいまあ、しっかりここら辺を理解していれば赤とロゼだなっていうのをパッと思い浮かぶと思います。はいえー、最後の問題です。世、え、界、ー、率56%の問題。 えーはい、これも順番系のやつですね。赤ワインの醸造工程として、えー、正しいものを1つ選んでください。えー、こちらはクラッシュ、プレス、アルコール発酵、フェルマンタションアルコーリック、ソーティング、エイジングと、はい、この5つをどうやって並べますかという問題ですね。圧、はいえーまあえー、アルルコール発酵、化なの 果実を選ぶととか言って選果で熟成いうことですね、はいまあ、この順番系の問題もですね、あのまあ、これは絶対違うなっていうのをどんどん潰していけば、あの早く解けるかなと思います。まずは、でえー、とその5つのなんかソーティングっていうのは、あの果実を選ぶとか言ってソーティングなので、まあ、多分あの一番最初にやるようなと思って、この BC に絞られると思います。 であと見ていくと、まあ、ソーティング、クラッシュまでは一緒で、この圧搾とアルコール発酵あの、まさに先ほど言っていたの赤ワインと白ワインの醸造方法の違うところっていうのがあの、まあ、発酵させてからプレスするのか、プレスしてから発酵させるのかっていう、もう赤と白の違いの肝みたいなところを問われている問題なんだなというふうに分かります。はい、で赤ワインはこちらの,あのカモシで発酵してから。 あのプレイすることによってあの赤ワインの赤が出てるんですよという,いう問題でした。はい、えー、こちらで、えー、解説は、えー、以上になります、はいえー。ありがとうございます。QR の絵で2ついただいてますので、はいえー、お答えしていきたいと思います。はいえー、と2ついただいてまして、はいえー、1個目がミクロ ミクロオキシチナシオンはなぜ香りに熟成感を持たせるのか知りたいですということですね。はい。えっと、そうですね、熟成というのはあのゆっくりゆっくりあの酸化して、えー、香りが変化していくことを熟成というふうに言うんですけれども、あのミクロオキシチナシオンというのはあの、まあ、強制的にこう酸素をばーっと送り込むことによってあの短時間で熟成が進むといいますか。 はい、その普通はこうゆっくりこう酸素に触れたところから酸化をしていくんですけれども、ばーっと中にです、ね、こう吹き込んじゃうんですね、酸素を。ですので、あの短時間であの熟成したような効果が得られるということで、香りに熟成感があのもたらされるという、そういう意味です。はい、ありがとうございます、はい。もう一ついただいてます。ブドウの火皮の老縮に酵母がついていると習いましたが。 いちごを食べるときには洗いますが、ブドウはワインの場合、洗わないのでしょうかあ、そうですね、あのブドウの,その一番外側のところにこう大切な酵母とかがついているので、えー、ブドウの場合は洗わずにそのまま製造の工程に入っていくということでございます、はい、大事なものがついているので、洗っちゃうとせっかくのいいものが、えー、なくなってしまうということですね。はい もちろんなんか汚れとかがついてたら取ると思うんですけど、はい、まあ基本はそのブドウのままあのそれを潰してこうワインにしていくっていうのがあのワインブドウのワインうんすみませんワインの作り方となります。はい、はい Q&A 以上になります。ありがとうございました。はい、えー、本日もありがとうございます。ウェブ問題集ビノレットは、えー、メルマガ登録するだけで1500問までどなたでも無料で使用できます。 概要欄に URL を貼っておきますのでご確認ください。はい、その他ご質問ある方、受講生の方はグループ LINE とかにもまたいただければ、明日の朝まとめてご返信しますので、ぜひよろしくお願いします、はい、それれででは今日もお疲れ様でしたありがとうございます。